スタートしました。パドルウィールが立ち遅れました。コースタートは2番のパイレートクイーンが切りましたが、その外から6番のペルフェクティスが並んでいきます。その外に半馬審査、8番ゼンノカバルリーは3番で控えます。ここは固まってきました。内から1番のヴィンテージローズ、3番ブロンクスステップ、4番花ぞリベンジ、その集団の外から一気に11番ウォーディンバローズ前に上がっていて花に立ちました。外回りの3コーナーに入っていきます。その後ろからですが、3番のブロンクスステップの後方から、7番のオリエンタルポピーは後方の3番手、3馬審査10番ティーポイズン、最後方が2馬審査12番パドルウィールです。外回りの3コーナーを回っていきます。11番ウォーディンバローズが花に立って1馬審のリード、2番手には2番のパイレートクイーン、あとは2馬審離れました。残り800を切って、内から1番のヴィンテージローズ、さらにワストには8番のゼンノカバルリーの追走、間6番のペルフェクティス、その直後中段外目には9番のプリンセスミユキ、さらには5番のクリーブラッド、内は3番ブロンクスステップ、間から4番花ズリベンジ、第4コーナーのカーブ、その集団の外目から7番のオリエンタルポピー、まだ中段の位置、直線を向きましてオーディンバローズ先頭です。の外から2番のパイレートクイーンが差を詰めて、その間狙って1番のヴィンテージローズ、3頭が広がりました。その後ろからは8番のゼンノカバルリーですが、1番外から12番のパドルウィールが追い込んできた。あと200を切って、先頭は1番のヴィンテージローズ、外から12番のパドルウィール差を詰める、さらには間から5番のクリーブラッドが突っ込んできた。ヴィンテージローズ、パドルウィール、ヴィンテージローズがゴールイン、並んでいます。